私は、私の出会った人たちがこれからも笑って過ごせればいいなって、そのためにただ自分のできることをしてきただけで、だから聖女としての務めがいつまで続くのかなんて、そんなこと考えたこともなかった。味わって。